子先生と学ぶ鏡は。パーコ先生、おはようございます。おはようございます。今日はですね、はい、パーコ先生にちょっとやってみてほしいなと思うことがあり、はい、こちらにお越しいただきました。はい、はい、何でしょうか。実はなんかこの BCD のシリンダーベルト、はい、なんとなくレンタルとかでもちゃんと組まれてる状態になってて、これでベルトを締めればちゃんとシリンダーにつくよっていう状態になってると思うんですけど、はい、万が一これが外れてしまってるとき、はいはい、こういう状態になってしまってるとき、はい、意外と締めれる人少ないんじゃないかなと思って。確かにみんなできないですね。そうですね。これの正しい手順を教えていただきたいなと思いました。うん、すごい簡単なんですけど、はい、全部番号振ってあるんですよね、ま、そうなんですよね。知ってました？皆さん、実はここにちゃんと 1,2,3 とか書いてあるんですよ。意外と知らないですよね皆さん。そうですね、それ通り通したらもう完成しちゃうだけなんですよね。はい、じゃあちょっとアップにしながら解説をお願いします。はい、じゃあまず1、はい、矢印通りにここに書いてある1通します。次2、2はひっくり返すとここに見えるのかな、これ見えると信じて。そうですね、はい、まあ、2に通します。2なんてもう上下に書いてありますからね、これ。あ、もうここ入れろ、絶対ここ入れてっていう風に書いてありますから、はい、で次3、3も書いてあります、ここに上下に3 もうこの間通してくれっていう、はいはい、3、はい、もうここまでとしたらいつも見たことある姿じゃないですか。そうですね、はい、じゃあつけてみてください、はい、この向きでつけたらちょっと分かりやすいでしょうね。そうですね、はい、はい、私これぐらい高さ好きですね。はい、はい、でここつけちゃっていいですか、はい、もうでもこれちょっとこうみんなスリスリするじゃないですか、ちゃんと止めるために、ね、上下に揺すった方が引っ張りやすいって女の人でも引っ張れるって言いますね。そうですね。でここをちょっと立てます。ちょっと引っ張りすぎちゃったかもしれないです、はい、立てます。で一番外側の4番、はい、通してこうしたところを持って、はい、でパーコ先生、これ緩める時の方法の手順も意外と知らないと思いませんか。緩める時、一生懸命みんなここからこうやって緩めないですか。そうです。え、緩め、え、これ知らない人多いのかな。私これを緩めたってこっちに倒すと緩むんですよ。私あ緩めて外したことないかも。あ、そうですか。こっちにパッタンってこの爪の部分を倒すと緩むんですけど、そういう作りなそういうもんなんですか。はい、そういう作りなんですけど、私あでも緩みましたよね今。なんかちょっとこうやってやったら緩みません。あのこの持ち上げるのも結構なんか下手くそな人いますよね。いますね、いますね。どうやって持ち上げるのが一番スマート。みんなこうやってやるからもうここ斜めだね。もうそのこのここの作り見てっていう。どうやるのが平行にこうやって引っ張ってったらもうすぐそんなそうなんですよね。小指ぐらいで外せますよ。その平行が一番大事だったりするんですよね。そうなんですよ。もうみんな雑にこうやって外すなんてしちゃダメですね。わかりました。はい、はい、じゃあ最後に一言お願いします。うん、一言、はい。バンドの止め方はみんな知ってましょうね。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。こんにちは。